ブルーで乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りします。こんばんは、黒田理沙です。今日は地元の方から遠方の方まで愛されるお店、骨付きカルビあきんどにお邪魔します。西鉄久留米駅からほど近く、久留米生まれ久留米育ちのオーナーが切り盛りする骨付きカルビあきんど。店内はテーブル席とカウンター席があり、広々としています。オーナーの尾形さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはどんなお店ですか？久留米名物の骨付きカルビをメインとした居酒屋になっております。ではおすすめメニュー教えてください。はい、はい、豚の骨付きカルビになります。久留米名物、はい、看板メニューですね。はい、そうです。仕上げる前にタレをもう一度つけて二度焼きしております。ではいただきます。すっごく身が分厚くて、はい、周りは焼き目があってこんがり香ばしさと、はい、でも中はお肉が分厚いのにこう柔らかくって、はい、弾力があって美味しいですね。この焼酎に合うお料理教えてください。はい、手羽先の唐揚げになります。はい、こちらもツヤっとしていて食欲そそりますね。はい、油で二度揚げをして皮はパリパリ、中はジューシーに揚げております。皮目パリッと、はい、なんかふっくらジューシー。ありがとうございます。おいしい。タレがすっごく絡まってて、はい、と食欲が湧いてくる美味しさですね。うん、甘辛くて美味しい手羽先の唐揚げと爽やかな焼酎がよく合います。ありがとうございます。それでは最後に一言どうぞ。骨付きカルビをおすすめに、刺身、焼き鳥などメニューを豊富に揃えておりますので、ご来店お待ちしております。では尾形さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。